ハローで始まりました。無茶チャンネル。さあ、今回はですね、受けてきました。トイック公開テスト第、もう覚えられないですね。第278回ですね。トイック公開テスト、10月3日の午前、受けてきましたね。さあ、感想を言っていきたいと思いますが、いや、やっちまいましたね。初めてですよ。完全にやってしまった。何をかっていうとですね、俺言ったこと一度もないんですけど、問題用紙ね、破いちゃいましたね。綺麗に破いたね。試験開始してくださいって言われて、いつもここね、大体パート5ぐらいのこの真ん中ぐらいにですね、こう指入れてパッてこうやって開くんですよ。でそうすると綺麗に開けるんですね。何を思ったのかですね、なんかね違う位置に入れちゃってって形になったんですよ。こういう感じでスパーッとですね、見事にですね、リスニングのところがスパーッと切れてる状態。もっとこんな位置じゃなくて、もっと真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらいの位置がちょうど切れてて、パート1、2は別に関係なかったですけど、3、4は思いっきり問題のところはズバッて切れてる状態で、まあめくるのもね、めくりにくかったですね。いや、やってしまったと思って、危なかったね。その、だからディレクションズの間にこう、見えなくなってるところをこうやってね、直したりしてたんですけど、すごい無駄な時間を過ごしたけど、まあなんとかなりましたかね。まあちょっと都内のね、巨大会場ですよ、もうさ。初めてかな、でもあそこに行くのは。初めてじゃないけど、もしかしてこの床が変わってただけかもしれないですけど、まあ500人会場ですね。だから退出するのもこう分けて退出されるってやつだったんで、これ遅い退出だ。だからもう先トイレ行っとかなきゃって思って、試験中にトイレに行きましたね。すげえ待たされるやつだって思って。僕の前にトイレ行ってた人は白人さんでしたね。ネイティブで受けてたのかな。まあネイティブからしたら簡単だもんね。まあとりあえずその人行っちゃったから先に、なんか同時に行くのもあれだから、とりあえず帰ってくるまで待って。帰ってきてから行きましたけど、やっぱ500人会場は大変だね。でもあれだった、退出の時に、体調の悪い方、電車の時間が間に合わない方は手を挙げてくださいって言って、その手を挙げた人たちから退出だったんだよね。これ手を挙げたもん勝ちじゃんとか思ったけどね。まあさすがにやらなかったですけど。待ってて、で、まあ、ドアに近い側からどんどん退出って感じですね。すごいなんかベテランみたいな人が仕切ってたな。なんか始まる時に言った日本語おかしかったんだよね。終わりの時も変だったね。こう順番に退出しますので、支度の準備をしてくださいですよね。支度の準備、支度って準備じゃないのと思いながらですね、はい、聞いてましたけど。さて、じゃあそれぞれのパートですね、パートの難易度をチェックしていきましょう。パート1はまあ普通じゃない、簡単な表現だったんだけど、でもさ、6問中4問が D だったからさ、こんなのどうなのって思ったけどね。今回偏りすごかったよね。いつもより全然偏ってたね。あ、ちなみにフォーム複数ありますから、同じ問題を受けてると限りませんので。だから普通ね、10問の中に、10問あるじゃないですか、縦の10問の中に ABCD どれもね、入ってることがほとんどなんですよ。今回入ってない列が結構あったよね。多分今までの中で最も多かったんじゃないかなと思いますね。この ABCD のどれかが出てこないっていうのが、今まで受けた100何回の中で最も多かったと思いますよ。ちょっとね、偏りがすごかったね。なんかだいぶ A と D の偏りが ひどく感じましたけどね。で、パート2ですね。パート2は、まあ、普通と知っておきますけど、やっぱり、引っ掛ける気満々ですね。変化球、答えがストレートじゃなくて、直接的じゃなくて、こう、回ってきてるやつが結構あるんですけど、それが答えになる時の引っ掛けの選択肢がやらしい。もう引っ掛ける気満々。ああ、これに引っ掛けたいんだなっていうのがよくわかりましたね。で、今まで何回か言ってきてるように、新しいイギリス人が本当に聞きづらい。このパート2は本当に聞きづらかったですね。長く読まれるやつとかを担当してて、うーってなったね。これなんつってんだここっていうようなのが2箇所、あったかな。2問、うーってなったな。で、今回は昔のイギリス人女性の声も入ってたんで、まだ昔のイギリス人女性が出てきてるってことは、あ、これはリサイクル問題、過去に使われた問題だなって分かりながら聞いてたんですけど、やっぱだいぶ違う。喋り方が違いすぎるというか、癖が強いんじゃ。で、だからパート2で、うわ、これきついなと思ったから、3、4はだいぶ気合を入れました。この人が来るときは、めっちゃ頑張って聞こうと思ったんで、3、4は聞こえないところはなかった。
ったと思いますね。で、パート3、4も、まあ普通といえば普通なんだけど、ちょっとやっぱ難しい場面が浮かびづらいのが出てますよね。だトイック何回か受けたことあるんだったら、ああ、この場面だって分かったりするだろうなって感じなんだけど、受けたことない人はこれはきついだろうっていう、そういう問題がいくつかありましたね。で、あとはパート3の図表問題。あ、こんなパターン出るんだっていうのがあったね。なんかスッと言ってくれるんじゃなくて、あ、数字が書いてある。だからこの数字読んでくれるのかなと思いきや、そんな問い方すんのみたいなね。やっぱレベルが上がってますね。だいぶ苦戦したな。で、パート4も同じ感じで場面がちょっと浮かびづらいっていうのがあった感じですね。糸問題1個難しかったんじゃなかったかな。おー、こんな風に出すって思ったね。で、聞き逃したのがパート3、4それぞれ1問ずつあったんで、そこがどう出てるかって感じですね。合ってるか合ってないか、どっちかなっていうのが2問ある感じ。ただ、まあ、2問間違ってもリスニングは全然満点出るので、だそんな心配はないですね。やっぱりリーディングですよ、むずいのは。いやー、やっぱ難かった、リーディングは。パート5ですね。まず、パート5は躍戦したな。1問悩んじゃったんですよね。これでもいけそうだなーっていうね。そこにめっちゃ時間かかった。あとは大丈夫でしたけど、1問5位問題にだいぶ時間をかけてしまいましたね。まあ前回それでミスってるのもあるんで、パート6の5位か、前回は。だから時間を無駄にしたなって感じ。だからまあ普通としておきます。ただ1問すごく難しかった。で、パート6はこれは普通か、いつもよりは優しめだったと思いましたね。まあ引っ掛けはちゃんとあったんだけど、あのね、文挿入問題が4問合計であるわけですね。4セットあるので、文挿入の問題もそれぞれのセットに1問ずつ入ってるので4問なんですけど、4問中3問一番最後についてたんで、一番最後についてる時は楽なんですよ。そのまま読んでいけばいいだけなんで、一番最初に文挿入の質問来てる場合ってだいたい後ろ読んで戻んないといけないんで、その戻る作業がいらなかったので、だいぶ早く解けたな、いつもよりって感じでしたね。で、4セット目は3番目に空所が来てましたね、文入れる問題は。だから簡単だった、今回はスッといけたなと思いますね。で、パート7がやっぱり難しい。大変だった。本当にこれ言えんのってね。合ってんの本当にっていうのが、ってなった。書いてないじゃん。まあ書いてないけど、一応ここにこうあるから、そこから推測できることって。って言うんでしょ？でも本当に？みたいなね、いうのがあった。で、さらには、これ推測でこれ言えなくない？やっぱりちょっと照らし合わせようと思って他の文章読んで、あー、こことここを照らし合わせんだ。だからこれが正解だっていうのがあった。でもさ、他の問題でこんだけ推測させんだったらこっちの選択肢だって正解なんじゃねえの？みたいね、思ったのもあって、ってなった。やっぱ推測と照らし合わせですね。ほんとこの試験は英語の試験なのかな。いや、ただまあ表現自体はね、だいぶ難しいのもちょこちょこ入ってましたね。答えには一個も関係なかったけど、見たことないとか知らないだろうなっていう表現もちょこちょこ出てましたね。まあそういう風にしてスキャニングとかね、答えに関係ある場所だけで答えを出すようにっていうことなんですよ。そういうメッセージです。そんな知らない表現一生懸命読んでても時間の無駄ですよっていうトイックからのメッセージなんですけどね。はい、そんな感じでした。受けた皆様はどうだったでしょうか。はい、ぜひぜひコメント欄でお聞かせください。はい、18時からは、ライブですね。いつも通りやりますので、そちらも見てください。まあ1日経ったらそのライブはメンバーシップの方に行ってしまいますので、アーカイブになりますね。で、メンバーシップレベル2からはトイックの授業ありますので、そちらもぜひ見てください。はい、受けた皆様お疲れ様でした。高評価とチャンネル登録も忘れずに。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。